舞鶴高専の町田です。これからラジコンサーボのジンバル機構のデモをします。画面上にドラえもんが映っています。まず Y 軸、下に下げます。 X 軸も同様にできます。もちろん両方同時に動かすこともできます。感じですかね。はい、FPGA による、ロータリーエッグオーダーカウンターとラジコンサーバーの制御をしています。